愛もキャリアも、時にはスクリーンの外でのドラマが最も刺激的です。皆さんこんにちは。今回の動画では、日本の名女優吉永小百合さんと名優渡哲也さんの切なくも美しい物語に焦点を当てています。彼らの関係は1966年、映画愛と死の記録での共演から始まり、熱愛が噂されるほどに発展しました。しかし、二人の愛は多くの障害に遭遇し、結婚には至らず、1969年に破局を迎えます。この動画では、その破局の背後にある家族の影響、特に吉永小百合さんの両親の強い反対がどのように関係に影響を与えたのかを探ります。さらに、破局後の二人の人生にもスポットを当てます。渡哲也さんは1971年に別の方と結婚し、吉永小百合さんも1973年に結婚。しかし、彼女の結婚生活では、過去の影響が彼女の人生の選択にどう影響しているのか、特に母になることに対する彼女自身の複雑な感情を掘り下げます。また、彼らが破局後もどのように友人として、また時には共演者として関係を築き続けてきたのかについても触れています。今回のビデオでは、彼らの愛の物語だけでなく、吉永小百合さんと渡哲也さんが直面した社会的、家庭内の課題にも光を当てています。二人の人生とキャリアから、時代を超えた愛と葛藤のリアルな一面をお届けします。これは単なる恋愛話ではなく、彼らの人生全体を見つめ直す機会を提供する内容となっています。まずは吉永小百合と渡哲也の映画愛と死の記録での出会いから、彼らの交際が始まるまでの経緯についてです。1966年、二人はこの映画で初めてスクリーンを共にしました。本来、吉永小百合の相手役は別の俳優が予定されていましたが、怪我による急な変更で渡哲也が代役としてキャスティングされることになります。この偶然が後に二人の関係を築く契機となりました。映画は公開されると大ヒットを記録し、二人の共演は観客から高く評価されます。それをきっかけに、吉永小百合と渡哲也はプライベートでも親しくなり、やがては恋人関係へと発展していきました。1967年の映画青春の海で共演した時には、二人はすでに交際をスタートしていたとされています。その後も二人の関係は順調に進み、1969年の映画嵐の勇者たちでの共演時には、結婚を前提とした深い関係にまで進展していました。業界内でも二人の関係は公然と知られるようになり、渡哲也はプライベートな集まりで吉永小百合のことをうちの神さんと紹介していたというエピソードも残っています。このようにスクリーン上でのロマンスが現実世界にも影響を及ぼし、二人は映画だけでなく実生活でも深い絆で結ばれていったのです。映画という共通の舞台が二人の人生において重要な役割を果たしていたことは間違いありません。次は吉永小百合と渡哲也の破局へとつながった家族の反対についてです。二人の愛は映画界の外でも花開き、結婚を真剣に考えるまでに至りましたが、その道のりは平坦なものではありませんでした。特に吉永小百合の家族は、彼女の結婚に対して強い反対の意を示していました。吉永小百合の父は彼女のマネージャーとしても活動しており、娘が結婚することによって女優業から手を引く可能性があると心配していました。女優としてのキャリアが順調であった吉永小百合にとって、結婚は仕事への大きな影響を及ぼす可能性があるため、父はこれを強く懸念していたのです。さらに、母親も結婚に対して否定的であり、結婚後は家庭に入ることを望む相手との生活を許可しないと公言していました。渡哲也自身も、結婚後は吉永小百合に専業主婦として家庭に入ってほしいと願っていたため、両者の希望が家族の意向と大きく対立していました。吉永小百合が家庭を持ちながらも女優業を続けるという選択肢は、彼女の家族にとって受け入れがたいものだったのです。このようにして、二人の関係は家族の強い反対によって翻弄され、最終的には結婚に至ることなく破局を迎えました。吉永小百合は家族との関係を重視し、渡哲也との将来を諦めざるを得なくなったのです。両親の期待と自身の愛情との間で揺れ動きながら、吉永小百合は女優としての道を歩み続ける決断を下しました。この決断が彼女の今後の人生にどのように影響を与えたのかは、彼女のその後の活動を通じて明らかになっていくことでしょう。次は吉永小百合と渡哲也の破局後のそれぞれの人生とその後の交流についてです。1969年に破局を迎えた後、二人の人生はそれぞれ異なる方向へと進んでいきます。
吉永小百合は破局の痛手から回復するために昇進旅行としてパリへと向かいました。一方、渡里哲也はその後の1971年に青山学院大学の1年後輩だった女性と結婚し、新たな人生を歩み始めます。吉永小百合もまたパリからの帰国後の1973年に15歳年上の当時フジテレビのディレクターだった岡田太郎と結婚しました。彼女の結婚生活は彼女自身が望んでいた人間らしい生活を手に入れることとなります。岡田太郎は吉永小百合の心身の健康を第一に考え支え続ける夫であったと言われています。彼のサポートにより吉永小百合は女優業を再開し、再び映画やテレビで活躍するようになります。破局後も吉永小百合と渡里哲也は仕事を通じて何度も共演し、長年にわたり友人としての関係を続けました。特に注目されるのが彼らが宝酒造の CM で10回にわたり共演したことです。この共演は彼らの間の深い絆と相互の尊敬を象徴しており、2019年の撮影が最後となりました。その時の会見で渡里哲也は吉永小百合のことを年相応に素敵になっていくと評し、吉永小百合も渡里哲也についてとてもシャイでチャーミングとコメントしています。二人の関係は渡里哲也が亡くなる2020年まで続き、彼の死に際して吉永小百合は深い悲しみを表明しました。彼女は渡里哲也の死を受けて大きな病気を何度も乗り越えてこられたのに残念ですとコメントし、彼の人生と彼女自身に与えた影響について思いを馳せたのです。これらの出来事は二人が破局後も互いに大きな尊敬と愛情を持ち続けていたことを示しています。最後は吉永小百合の現在の生活と彼女の過去の決断についてです。吉永小百合は長年にわたり映画業界で活躍し続け、多くのファンに支持されてきました。結婚生活においても彼女は夫の岡田太郎と共に穏やかな日々を送っています。特に彼女の生活の中で重要なのは夫との関係と家庭環境の両方を大切にしている点です。岡田太郎との結婚後、吉永小百合は女優業を続けながらも家庭生活においては夫を支え共に年を重ねています。夫婦は共同テレビの社長として働いていた岡田が引退した後も悠々自適な余生を送っており、二人の関係は非常に良好です。岡田が特に楽しみにしているのは吉永小百合が手作りするカツオだしの味噌汁であり、夫婦の日常は穏やかで温かなものとなっています。また吉永小百合は過去に母親との関係に苦しんだ経験から子供を持たないという決断をしました。彼女は母親になる自信が持てず、母親のように子供を束縛してしまうのではないかという不安があったためこのような選択をしたとされます。しかし彼女は後に子供を持たなかったことについてある程度の後悔の感情を持っていると公表しています。吉永小百合の現在の生活は夫との穏やかな関係と過去の決断が大きく影響しています。彼女の人生は映画のスクリーン上だけでなく私生活においても多くの人々に感銘を与えています。吉永小百合と岡田太郎は共に支え合いながら穏やかな時間を過ごしており、二人の生活からは多くの人々が夫婦としての理想を見出しているのです。それでは皆さん、今回の動画で吉永小百合さんと渡里哲也さんの間に流れた深い愛とその愛が結婚に至らなかった悲しい理由についてお届けしました。映画愛と死の記録での出会いから家族の反対を乗り越えられずに破局を迎えるまで、二人の関係は数多くのドラマを生み出しました。そして破局後も互いに尊敬と友情を持ち続けるという彼らの関係は何年もの時間を超えて影響を与え続けています。この物語を通じて吉永小百合さんと渡里哲也さんが直面した個人的な挑戦と公私の交錯を見ることができました。彼らの生活がどのように展開し、どのような選択が彼らの運命を形作ったのかを探りました。皆さんの中には吉永小百合さんや渡里哲也さんのファンの方も多いかと思います。このビデオが彼らの人生や選択に対して新たな理解を深める一助となれば幸いです。またこの動画がきっかけで彼らの映画をもう一度見直すことで新しい発見があるかもしれません。コメントで吉永小百合さんや渡里哲也さんについてのご意見やこの話題に関連する他のエピソードをぜひ共有してください。またどのような内容のビデオを次に見たいかも教えてくださいね。皆さんの声を参考に次回の動画もより良いものにしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルがお役に立てたならぜひいいねを押してチャンネル登録もお忘れなく。次の動画でお会いしましょう。